勝監督、高橋奎二へのコメントが超皮肉すぎておもろい。先発の高橋は7四死球と苦しい投球だった。まあ全くだったね。前回7回1失点のようなピッチングを期待したんですけどね。まあそうだね、ひどかったね。直球が高めに浮いていた。まあでも横から見ていて同じところにずっと行くので、ある意味コントロールいいなと思ってずっと同じところに行ったので、よくそんだけ同じところに投げられるなと思って見ていたんですけどね。全部ボールでしたね。ストライクを取れなかった。まあでも4回で7安打の7四死球で5点ですからね。まあなかなか難しいと思う、5点で抑えるのは。交代のタイミングは難しい判断だった。6連戦の真ん中なので明日以降のことも考えながらと思ったんですけど、僕も限界でしたね。あそこが半分バカにしてるだろ。これキレてるつーか呆れてるというか、吉村にはキレ気味だったからそれだけ期待してるんだろう。高橋ゲンドラあるな。これクッスはロタ立ち上がり悪いからな。しかもリリーフでもやっぱり肩の回復の遅さで使い勝手が悪くなる。リリーフで良くないか。9年もやってこんなキッチングされると呆れもするわな。嫌み言いたくなるのはしょうがない。高津たまには面白いこと言うやん。